じ込めたらぼやけてるんだ、霞んでるんだ、まるでビンドが出なくてさ、探るも抱き上げるためだけに持たされた夢なんていつの間にやらくしゃくしゃ。ことばっかりうまくなってさ、転ばないように整えられた言葉変えなうってた。今さら気づいたけど実はどうに何してしまってたみたいだ。言われるがまま書き写した正しいとされるね。ほらそんな詩人なんてなくても道は自分で選べてたんだよ。自信を持って歩こうさ、最初の一歩何しに行こう。見慣れたはずの景色色づいて見えるよ。地図をなくして近道はもうわからなくなったけれどね。それでいいんだ、最短距離もどうせどこかの誰かにさ、とってのもので時には回り道かもしれないし、明日の君への道の決まってないから、でもだからこそ楽しいんだよ。大事な一歩にしよう。大人がいつも正しいことだけを教えるとは限らないって、そう教えてくれたのもまた大人ね。だからただうつむいていた背中をそう雑に押した。与えられた実は